公有は、江戸時代中期の新言修造。田島万福寺の第57世住職。寺は即生。俗世は高岡市。江戸期に田島の具法大使と呼ばれた高原商人の皇帝。池田総安の方に、田島国洋府軍大破領主小出栄村の家来、高岡東左衛門義広氏の四、男として生まれる。学得に引で幼くして、 田島国の名刹、満福寺に入山。宗名は、広道。田島の具法大師と呼ばれた第50世、第52世住職、高原商人の訓導を受け、後、第53世、広見商人の下で学ぶ。また、高野三と中にて、弁学修行を行い、電明かりやシ利の因果を受ける。加盟7年4月25日、第56世住職。 広瀬仙商人の宣言により満福寺、第57世住職を継ぐ。弟子に淡路か、鹿園寺の住職となった行動や、後、第60世住職を継いだ広瀬坂江商人らがいる。現時元年3月4日宣言。墓は、満福寺歴代住職園域にあり。古くより、洋父郡の数幸宮が、洋父神社であり、道郡の総寺が、満福寺として数計され、 中世以降神仏集合して、両社寺は混然一体とした関係にあったため、こういう商人は養婦神社の別当寺である普賢寺の第十七世住職も兼任した。普賢寺の本尊は薬師如来で、明治維新後の神仏分離令により、寺院が廃止されて養婦神社単独となり、仏教関連の寺物は満腹寺に移管されたが、普賢寺の建物の一部は、 現在の養父神社の社務所として使用されている。普賢寺の奥に鎮座する山野口神社の御祭神の使いは、狼で、狼の宮との別名もあり、この拙者も江戸時代は、普賢寺の住職が祭祀を司,を司っていた。狛犬の代わりに、私有の狼像を安置し、牛馬に狼の害が及ばないように祈願するためであったが、田畑が命静かに荒らされた時は、 この明神へ参り、狼の脅しを借りて、願いをかけると不思議とイノシシジカの害が収まったと言われ、神徳に感謝して、近隣の村々からおみきが捧げられるようになった。これらの狼信仰をもとに、江戸時代、家門狼不物語という民話が書かれた。境内には、1828年奉納の石灯籠、1835年奉納の蝶洲鉢、 1836年奉納の石灯籠などがある。ありがとうございます。